はい、こんにちは、レトスノーノです。本日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。理解することができれば自然と覚えられる。逆に理解できていないことはすぐに忘れてしまう。どうやって暗記をすればいいのか、そのように考える方は非常に多いんですけども、人が暗記できる量っていうのは限りがあります。中学校や高校の中間試験や期末試験であれば範囲が狭いので暗記でなんとかなるんですけども、宅建試験のように範囲が広くて問題文自体も難しい試験では理解をしていないと勘で解くことになります。これでは正直合格するのは難しいです。しっかり理解をして受験に臨む。丸暗記だけに頼らず理解学習に努めていきましょう。そして個別指導の現在の割引価格は本日までとなっております。本日の24時までですね。明日になると値上げとなりますので、その点ご注意ください。まだ今からであれば理解学習を開始することによって十分合格できますんで、今年合格できるかなって不安な方はぜひ個別指導をご検討ください。まあ、宅建試験年に1回しかないので落ちてしまうと、まあ、悲惨なんですよね。また1年勉強しなきゃいけないとなってくると、大体がモチベーション続かなくて勉強やめちゃうんですよ。でまた試験半年ぐらい前になって勉強開始するみたいなことになって、いつまで経っても合格できないので、もうやるからには今年合格しましょう。そして個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますので、そちらからご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。 AB 間で金銭消費貸借契約が締結された。借り主 B は期限の日に返済のため電車で A の自宅に向かったが、人身事故などの影響により期日に返済することができなかった。この場合 B は債務不履行を免れる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。 B は債務不履行を免れることはできません。金銭債務の債務不履行では不可抗力、大地震だったりとか津波とかが原因だったとしても免責されないんですね。で今回の人身事故っていうのも、まあ、不可抗力の一つです。つまり転載などの理由によって期日に返済することができなかったとしても債務不履行、履行遅滞になるんですね。よって×だということです。ちなみに金銭消費貸借って何かというと、簡単に言えばお金の貸し借りの契約です。そして金銭債務、これ何かっていうと、例えば借りたお金を返す義務だったりとか、商品を買ったことによる代金の支払い義務、これらが金銭債務ですね。お金に関する債務っていうイメージです。あとですね、賃料債務もそうですね。例えばアパートを借りましたって言った時に、アパートの借り主は賃料を大家さんに払う義務あるじゃないですか。その賃料債務もお金に関する債務なので金銭債務に当たります。で、宅建試験っていうのははっきり言って勉強の仕方、覚え方、まあ、理解の仕方も含めます。それが分かれば合格できるんですね。で、今回も金銭債務、簡単に説明しましたけれども、難しくないですよね。でもほとんどの解説書っていうのが分かりづらく書いてあるんですよ。もしくは書いてなかったり。で、これだとですね、もう自分自身で別途調べなきゃいけないってなっちゃうので、めんどくさいし時間かかるし、結局調べれなければ理解できないまんまになっちゃうんですよね。まあそうなるとやはり合格するのは難しいです。で、レトスの個別指導では、まあ、できるだけ分かりやすく解説して短期間で合格力をつけていただけるようにしております。なので勉強しても理解できてないなっていう方はぜひですね、個別指導で一緒に勉強しましょう。今からであれば合格していただく自信はございます。個別指導については動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでご確認ください。で、問いにですね、宅建業者 A が宅建業者でない B からA が売り主である宅地について喫茶店でその買い受けの申し込みを受けた。つまり A が売り主業者で B が買い主だということですね。そして B は申し込みの撤回を書面により行う場合、その効力は B が申し込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる、丸か×かという問題ですね。まあ、つまりこれ何言ってるかっていうと、まあ、B さん、申し込みしましたよね。 B さん申し込みしたけれども申し込みの撤回をしたいと、書面で申し込み撤回させてくださいっていう風に売り主 A に、まあ、郵送するって話なんですね。書面発するって郵送するってことです。そしたら申し込みの撤回の効力は書面を発送した時に生じる、丸か×かという問題なんですね。で、答えは丸です。クーリングオフっていうのは書面を発信した時、つまり郵便局に書面を出した時ですね、に効力が発生します。つまり宅建業者が故意に受け取らないと、
つまりこの書面ですよね、撤回、申し込み撤回の書面を受け取らなかったとしても効力は発生するんだ。つまり飼い主は保護されるわけですね。飼い主は発送しさえすればもうクーリングオフによって申し込み撤回できるわけなので、飼い主は保護されるというわけです。まあ、これは基本事項なので必ず頭に入れておきましょう。で、問い3ですね。市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない、丸か×かという問題です。で、これ答えは×ですね。市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合、原則通り農業委員会の許可が必要ですね。そして今回の問題文見ると、農業委員会に届け出れば参上許可受ける必要はないって書いてありますよね。これが誤りですね。届け出だけでいいという特例は参上許可にはないんですね。したがって誤りなんですけども、これ意外とこの点、届け出だけでいいと勘違いしている方ですね、混乱している方多いんですね。で、これは理解できていないからなんですよ。丸暗記でやってると大体こういったところで、整理できていなくて、失点します。また本試験の時に頭が真っ白になる。もうこれは前提として頭真っ白になるって思って勉強した方がいいですよ。つまり何が言いたいかっていうと、理解をしておけば頭が真っ白になったとしても答え導けるんですよ。で、実際私自身もこの問題について許可か届け出かって覚えてないんですね。その場で答えを導いてるんですよ。で、これどういうことかっていうと、イメージとしては20たす25っていうのはこれ45ですよね。で、これっておそらく20たす25イコール45、これ答え覚えてるっていう人いないと思うんですよ。その場で答え導きましたよね。20たす25計算して答え45って導いてますよね。20たす25イコール45って覚えてる人ってほとんどいないと思います。これ数字変えましょうか。30たす25これ55ですよね。これも今計算したんですよね。これ答えを導いたってことなんですよ。丸暗記っていうのは30たす25イコール55、20たす25イコール45って答えをこう覚える、これが丸暗記なんですよ。だからこういう人っていうのは、じゃあ20たす20はって言われたら、40ってこれ丸暗記で覚えていないから解けないんですよね。でもこれ足し算のやり方を知っていたら、20たす20は40ってこれ答え導けるし、10たす10も20って答え導けますよね。これが理解学習なんですよ。こういうふうに答えを導くっていうことをやっていくことが重要なんですね。個別指導ではこんなことを教えてるんですよ。だから今回の問題についても、答えを導くやり方をすれば、許可か届け出かってこれ覚えていなかったとしても答え導けちゃうんですよね。だから私はこれ覚えてないんですよ、許可か届け出かなんかは。でも答えられるんです。こういったものを増やすことによって点数って上がってくるんですよね。丸暗記じゃなくて理解してるから答え導ける、だから点数が40点とか45点とか普通に取れちゃうんですよ。問題が変わったとしてもそのぐらいの点数って取れちゃうんですよね。で、そういう風な勉強の仕方をするってことがやっぱすごく必要なんですね。ただいつもお伝えしている通り、無料の動画ではそこまではお伝えしておりませんので、その点は個別指導でお伝えする流れになります。そして初めにもお伝えをした通り、個別指導は本日の24時をもって値上げとなります。また4月いっぱいで個別指導の募集も終了する予定です。理解学習こそ合格の秘訣です。もし今年の試験不安だなというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。今から理解学習に変えれば、なるほどそういうことだったんだということが増えて、どんどん頭に入ってくるはずです。そして実力も上がってきます。なんで今年絶対合格したいっていう方は、個別指導で一緒に頑張っていきましょう。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。